福島第一原子力発電所2011年11月撮影福島第一原子力発電所反対運動では2011年3月の事故前から続いてきた東京電力福島第一原子力発電所の建設や運転に対する反対運動全般について説明する福島第一原発と周辺市町村計画初期は 地元の大半が賛成状態だったとはいえ、1960年代より数は少ないながらも会議派、反対派は存在していた。最初期から反対運動活動を行っていたのは、社会党の流れを組む双葉地方、原発反対同盟である。ここで反対運動にとって、キーとなるのが反対同盟初代代表、岩本忠夫であった。 岩本はもともと、双葉町で酒屋を営んでおり、1958年社会党に入党、1963年より一期、双葉町の町議を務めた。町議になって間もなく、東京電力が1964年より、用地買収を開始し、大熊町との合併話がその頃に持ち上がった。名目は、合併した方が東電への寄付の申し入れもやりやすい。 というもので、岩本は裏に、東京電力の暗躍を感じたという。なお、岩本が寄稿した、月間社会等では革新系の活躍にのみ、触れられているが、朝日新聞によると、実際には、当時の双葉町長、田中聖太郎も合併に反対していた。ただ、この一件は岩本にとって、原子力発電所への不信を増すこととなった。後に、岩本に代わって、 反対同盟代表となる石丸小四郎はもともと秋田出身で1964年に勤務先の郵便局同僚との結婚を機会に福島県に移動したその頃はすでに用地の取得が大詰めを超えておりまた当時は社会党も原子力発電に賛成していた一方でそのリスクについても知られていなかったという石丸は 郵便局の組合活動をしていたが、その折に当時青年会上がりで、社会党の双葉地区委員長として活動していた岩本の言葉に感銘し、1965年頃から反対運動の手伝いもするようになった。反対同盟結成前は、社会党として反対運動をしていたが、党の上層部は、地区でそういう運動があるならやってもよいよというスタンスだった。 岩本忠夫が1975年、月間社会等にて、建設初期の反対運動について解雇した際には、その当時、私たちは遺憾ながら、原発についての知識がなく、広島、長崎の原爆とは違う、という電力会社の欺慢性を論破することも、できないほど無知だったのである。原発の開発ムードが、支配的な状況の下では、 私たちの未熟な問題提起は説得力もなく、逆に東電や自治体の、バラ色の夢構成に押しつぶされる始末であった、エネルギー政策、科学技術の分野において、十分に対応できる等の体制もなく、従って、原発反対の方針を明確に示すことも、できなかったと反省の弁を述べている。また、発電所を誘致した地元に対して、 当時の地元の貧窮性を指摘し、原発誘致の話は、この地方にとって、闇路の一党であったに違いないし、また、これを拒否する理由は存在しなかったと観察している。なお、岩本は、初めからあれもダメだ、これもダメだという全面的否定という立場ではなくて、具体的な面で一つ一つの積み重ねから原発に、対して否定的な考えを持たざるを得ないように、 なったということですよと、自らの反対姿勢のニュアンスについて説明している。高月博によれば、浜通り中んず夜の森周辺に、本格的な反対運動が起こった時期は、福島第二原子力発電所と並江、小高原子力発電所の計画が発表された1968年からで、あるという。その後、 九百七十一年から九百七十三年にかけて浜通りの核原子力発電所と広の火力発電所計画に対しても地元の教職員を中核として住民団体がいくつか結成された。本発電所では大熊、双葉の環境を良くしよう会が相当し、各地元組織は合唱連行して九百七十三年九月に原発、 加発反対福島県連絡会という県レベルの組織を作った。岩本、石丸人氏社会統計の労働組合などは、これとは別に、双葉地方原発反対同盟を同時期に結成した。田勝信によれば構成員は、小中学校の教員や労組関係者となっている。初代委員長は上述のように、岩本忠夫で、1971年には、 県議に当選していた。反対同盟を結成したものの、対象が早期に建設された発電所であるため、市民運動としての下地はゼロに等しく、初期は社会党のほか全日本農民組合連合会、日本社会主義青年同盟、双葉地方労働組合協議会など総評路線の延長上に反対運動を行っていったという。 1975年撮影の福島第一原発。左が岩木川、右が相馬川。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1970年代に入ると運転を開始した。発電所にて作業員の被爆や危機トラブルが社会問題化し、反対運動にとっては、 住民の声が高まり追い風にもなった。また、社会党中央も原子力発電に対する姿勢を反対の方向で明確にした。初期に実施されたのは変電所へのトランス搬入阻止闘争である。このため双葉開閉所への搬入が遅延したが1970年7月11日に最初の一機がトレーラーで搬入された。また、福島第二原子力発電所が 資金のため、その建設校長会組織闘争も行われた。当時環境アセスメントのように、住民側の意見を聴取する仕組みは制度化されておらず、校長会の開催は、住民運動の高まりを受けて、初の開催であった。これに対して、反対運動側が取った姿勢はいくつかに分かれた。1973年8月21日に、 日本科学者会議は8項目にわたって、校長会改善の申し入れを実施した。原発反対、ごまかし校長会阻止福島県民共闘会議は8月25日、開催を実力で阻止すると宣伝した。9月18日、校長会は、福島市内に会場を設け、警察の厳重な警備のもと開催された。石丸によれば、 反対運動が力をつけてきたため、校長会は、大熊ではなく、福島市での開催に変更されたという。原発、加発反対福島県連絡会は、校長会に参加して、批判意見を表明する方針を取ったものの、双葉地方原発反対同盟は、民主的手続きの仮面を被っているだけとして、校長会をボイコットした上、当日会場入り口にピケを貼った。 なお、行政側の公聴会に対して、反対側も自主公聴会を企画したが1973年8月には、双葉町が会場提供を拒否していたことが明らかになった。同年9月17日、総評主催で双葉町内にて原発問題全国討論集会が開催され、5000名が参加した。また民社党はこの時条件付け賛成を示した。 高月博によれば1970年代の住民運動は、公聴会に対する姿勢が分裂した事例のように、内部対立を生み、反省しなければならない場面もあったと批判を含めて、総括した。この事件の後、岩本忠夫は、若年農民層を中心として、新組織、双葉軍農民協議会を結成し、個人の範囲でできる運動を目指した。 岩本によれば、運動自体が、労働社会級に向けられていたために、地域の中に、原発闘争を発揮させ、住民運動として組織し得るものにはならなかったので、あるとしている。1974年1月9日には、木村森江が、原発で、エネルギー危機を克服せよと政府に提言した。翌日原発反対連合会が結成され、 法廷闘争に乗り出すことを決定した。なおその翌日東京電力は双葉地方五町に原発協力金3億円を寄付した。なお、岩本自身も県議会で多くの原子力発電関連の質問を重ねたが、口述する失敗もあり1975年3月の県議選では落選、県議を務めたのは一気に止まった。その後、 他地方の社会党権儀が原子力問題について質問してくれることもあったが地元でない班では埋め切れなかったという1978年1月30日1号機使用済み核燃料を東海村の再処理工場に移送した際にも反対派はデモを実施したこうした運動の展開に取り阻害要因であったのは浜通りが保守王国であり遅延血炎の 監視網による圧力が加えられることだったという。なお、反対同盟時代は、この頃以下のような楽種をしたためている。社会党及び双葉地方原発反対同盟は、福島第二リッター地点での反対運動に対して、支援以上のことをできなかったため、反対運動側にとって、建設阻止失敗の一因となった。この教訓を生かし、1975年頃は、 受け戸を拠点とした波江小高立地点での1977年、着工阻止を当面の目標としていた。なお、福島第一原子力発電所建設時、直接保償を受けた漁協の一つ、受け戸漁協は保証金の使途で不明瞭な点が明らかになったため、1976年1月、当時の前、組合長の除名処分を決定し、 それまでの推進一辺倒から距離を置く姿勢に変化したとされる。本発電所に初代保安担当次長待遇として赴任した佐々木志郎は2.5レム事件について改装している。1971年12月11日の県議会にて岩本は1号機にて作業員の過剰被爆があり、その線量は250レムであったという密告をもとに、 質問した。しかし、事実は運転中の1号着立て屋内にて、オフガスコンプレッサー室に、社員2名が部屋を間違えて入室し、200ミリレムのポケット線量計が振り切れ、フィルムバッジの判定から2.5レムの被爆と判断された件が歪曲されて伝わったものであった。また当時、この被爆量では、公式な報告は必要なかったが、質問前より、 発電所から非公式に県の担当者に伝えられていた。佐々木は、今日では、県と共謀して、事件を隠したとマスメディアに取り上げられかねないことで、あったが、当時は、県と事業者に、相互信頼がありありがたい時代であったと述べている。このような経緯から、本県は、マスコミ一般にそれ以上取り上げられることはなかった。内橋勝人によると、 核燃料拉致事件という騒動もあった。1974年3月に東京電力社員五6名が密かに使用済み核燃料を包装し船に積み込んで持ち去ったという告発で岩本は県議会で本件について質問した。県議会は特別委員会を設けて調査に乗り出したが具体的な証拠は皆無で、 東京電力側もキャスク保管もなしに運搬することは技術的にありえない旨回答した。委員長は本審査の対象となった議員の発言は全く事実、無根であり、噂や不確実な情報をもって県民に大きな不安と動揺を与えたと結論し、その後は岩本に対する懲罰委員会のような流れに変わっていった。結局、岩本はこの件が 直接的な原因となり1975年の県議選では得票数を前回より4000票も減らして落選した。鶴島常太郎も岩本と同じく初期からの反対運動のメンバーで社会党の同志であり、1967年から4期以上、長議を務めていたこともあった。しかし、鶴島は東京電力は、 社宅が小高い丘の上に建設されたのは、事故時に低地に放射能が滞留するためそれを避けたため、という噂を信じていた。この件を取り上げた、内橋勝人は、賛否両派に取材したが、東京電力は発電所周辺の社宅は19カ所、あり、高台に建てられているのは3カ所に過ぎない事実を、示した。内橋の取材を受けた、高木二三郎も本件には、 否定的であり、内橋自身、反対派に理解を示していたにもかかわらず、科学の国のドン・キホーテだったのであろうかと疑念を示している。東京電力側は、この反対同盟の動向に目を光らせ、集会を開くたびに、出入りの車のナンバーをチェックしたり、下請けの職場内で、選挙の模擬投票を実施して、意向を確認したりしていた。そのため、 韓国の情報機関 KCIA になぞらえ、東京電力の監視を、茶と揶揄する風潮もあった。東京電力は1974年12月、事業所によってはトラブルが増加していることを理由に、対策の一環として一部事業所に、障害担当の職を設け、その第一弾として、神奈川支店とともに、福島第一原子力発電所が選ばれた。 初代障害担当として赴任した、神戸次郎によれば、ある日、不和鉄道が、某タレントなど数名の著名人と、高校教師数名を連れ立って、福島第一原子力発電所に、押しかけてきたことがあった。障害担当補佐の N が、教師に対して、学校を休んできたのか疑問を呈して、大論争が起こり、一時は、公共祖の大事件になりかねない雰囲気だったが、 結局安全論争に話題をスライドしてことなきを得たという。また、当時は初期トラブルの続発していた頃だったため、日ごとに反対派の対応があり、1日とて、気の休まることがなかった状態で、本店との情報連絡に暴殺されたという。一方、推進派は自民党が明日の双葉を開く会を発足させて、原発推進の住民運動を試み、 県議選においては自由国民連合の双葉番を立ち上げて候補者を送り込んだ。また、東京電力は公職についていない反対運動関係者には冷淡であった。双葉地方原発反対同盟は岩本の落選以来公職についている者がいなくなっていた。この件について岩本は1980年頃朝日新聞に対して東電の対応が違う。 今なんか第一原発へ行っても、サービスホールでさえ門前払いの時がある。東電は権力を傘に切るが、逆に権力には弱いと語っている。特に、反対同盟が、公職の有無による落差を感じたのは1980年2月、福島第二原子力発電所3、4号機の公開ヒアリング前に、 社会党の国会議員団が第一第二両発電所を視察した際の東京電力の対応であった。この調査団は、プラント内部に入る前にサービスホールで所長から、丁寧なもてなしを受け、応対に当たった第一補修課課長も、相手が国会議員の先生方だっただけに、やはり相当気を使いましたねと述べる、特別扱いぶりだったのである。なお、 このような地元の反対運動に対して、東京電力側が直接言及した記録はそれほど多くはないが、本発電所の PR 担当を務めていた、賀剛の発言が残っている。滋賀は、宮城県海外協会を通じて、勉学のため来日している、留学生が見学のため来所した際、PR のため英語で案内役を買い、 電気計算1977年1月号から半年にわたりその様子が掲載された。志賀は武士の末裔で武士に二言なしを常に心がけているとし案内中安全性の説明に際し反対運動について下記のように述べた。PR 担当以前はよく一般の方から原子炉の運転を間違えると爆発するんじゃないか。 という質問が出されましたが、そのような不安を抱く原因の主なものとして、まず、私の国は、世界でも唯一の原子爆弾の被爆国であることから、核アレルギーの後遺症が残っており、これが元で日本語の爆発の、初と、原発の、初とを混同してしまっているんです。一度 PR 担当、そこに持ってきて、ただ単なる政治目的のために、 原子力に無知な一般大衆に対し、原子力は放射能を出すから怖いんだぞ、などと、根も葉もない、無責任な流言飛行を飛ばし、さも危険なライオンや虎を野放しにしているかのようなことだけを宣伝し、これを人間のエイチで安全なように幾重にも囲って、絶対に表に出ないようにしてあるという点には一言も触れないんです。これに対応し、 我々 PR マンは真実を話し、責任を伴う説明をし、地域住民の方々に満足してもらう、要計画的努力をしております。4月吉、市場へ開発アーゲン子力発電所の見学、電気計算1977年4月 P83、なお、この言葉に続いて死賀は、我が国の電力事情はといった建前論では、 地元住民が納得することはなく、東京電力からの寄付金や固定資産税を例示し、専門用語や機器の名称を正確に、東京弁で話すことよりも、説明する人をまず信じられるかどうかが最も重要、と、決言した。安全性については、採算を土外視していると称した。また時が経つと、従来の姿勢を表立たない部分で転換することも、あり、 その点を反対運動側に指摘されることもあった。内橋勝人によると、従来福島県は大規模事故に備えた安定用素材について購入の必要はないという立場をとっていたが、1982年12月9日の県議会答弁などによると、1981年に27万条を購入し、大熊町に所在する県立大の病院に、 備蓄していることを認めた。これを受け継ぐ島末ネタは12月16日の双葉町議会にて要素材購入の件を質問したが、町長は存じ上げていなかったと答弁した。1980年頃には社会統計労組員を中心に約30名が同盟の構成員であり、規模的には結成時と大差がなかった。朝日新聞は 着実に育ってきているとしつつも、とても地域の住民運動とまではいかないと評していた。それでもスリーマイル島原子力発電所事故が発生した1979年、岩本は3度目の県議選に出馬しますコミは、岩本の選挙に、神風が吹いたと県伝した。しかし地域にビラ撒きをしても原子力発電による雇用、交付金等の恩恵を受けている地元にとっては、 ぬかに釘を打つような感じで、選挙の争点にはならず、岩本陣営にとっては追い風にはならなかった。この選挙以降、岩本は徐々に反対運動から離れ始めた。石丸は、あの選挙を通じて、原発反対運動をしていては、政治的な思いを達成することはできないと思ったのではないでしょうかと推量している。1983年の県議選落選後は、家族と、 政治からは一切手を引くと約束し、しばらくは家業の主点を営んでいた。一族に東京電力社員となる者が現れた関係で、社会党は1984年暮れに離党したが、地元小学校の PTA 会長や商工会の副会長などを引き受けていた。なお、石丸は上記岩本の親族の権を挙げ、そのために、 推進派に転じたという人がいるけれど、そんな茶チ,チな人ではないですね、とコメントしている。双葉町は原子力発電所との共生をしてきた。双葉町長時代の発言その後、岩本は1985年に双葉町長選挙に出馬した頃には明確に転校していった。1985年まで続いた田中聖太郎調整では、 1981年から始めた下水道工事で赤字を出し、穴埋めを町予算の二帯工事費名目で支出して秘密裏に解決しようとした。しかし、この問題が明るみに出て工事を受け負った建設会社には警察の捜査が入り、かつその会社は田中町長がオーナーであった。田中町長は逮捕こそされなかったものの町民の信用を失い、 1985年12月の選挙では保守派は後継候補を立てたものの岩本と争った末落選したのである。一方、この機会に岩本は周囲より要請を受けて立候補したが約束違反であると3名の子供から反対された。エネルギーフォーラムによると過去の姿勢については選挙中保守派から大量の球団チラシも撒かれたが、 岩本自身は、あの頃の第一原発1号機はトラブルが多かった。立地町民そして、県民の生命、財産を守る立場から、数多く質問したのは事実だが、それを半原発と見るか安全重視と見るかは、勝手ですが、10年以上の歳月が流れ、原発立地町も増え、安全性もぐんと高まっていると思う。東電さん、ご安心をと述べている。また、 福島民法の取材に対して、社会党の看板がなくなったら、自由に物が言えるようになりましたと述べている。その後岩本は7.8号機の増設誘致活動を主導し、かつての反対姿勢を知る者たちを唖然とさせた。恩田はこれをあり地獄と批判した。脱原発福島ネットワークの佐藤和義は1980年代に、 工業誘致などで進められたポスト原発政策が増設誘致策となったことや議会決議を住民無視のものとして批判した。また、佐藤和義によれば、1989年の福島第二原子力発電所に号機で発生した最循環ポンプ破断事故の影響で、範岩本元派の保守系元町議らは、 双葉町原発安全推進町民協議会を組織し、集会の開催や町長に対する公開質問上の提出などを行い、元町議の中には増設誘致を表明した岩本にリコールを求めたいと述べている者も,もいたという。こうした岩本調整に対して元町議となった鶴島は告発を行っている。内容は7.8号機建設のために、 双葉町川に建設された資材搬入用の道路の用地買収に際し、地主の一部に用事代を支払った他に無料で代替地を提供したり、買収地主の所得税を負担するといった、大分以上の支出があったというものだった。国労出身の鶴島は粘り強く告発を続け、最終的に岩本町長、町幹部が弁済するところまでこぎつけたという。 後に、明沼博士は、福島論言子力村はなぜ生まれたか等で、ポストコロニアリズムの文脈を基礎に、保守派でありながら、徐々に反対派的な姿勢が強まり始めた、佐藤栄作と対比している。石丸等反対運動家は、このような岩本の天候、町長,長時代の行動を、国と事業者に徹底的に利用されました。国と電力にとって、 相当使い勝手があったはずですとしている。岩本自身は、万雪原発事故を見届けて2011年7月15日に82歳で、逝去したが、事故後に、原子力発電に対して、はっきりしたコメントを残していないため裁晩年の、真意については、推測が語られているのみである。発電所の建設が進展しその金銭的なメリットが、地域に享受される中で、 一度流星した反対運動もしぼみ、1980年頃には、デモや勉強会にも人が集まらなくなり始めた。その対応策として、少人数でも運動ができるように2000年頃から、外線車を購入して使用するようになった。一方容認する者が多いとはいえ、石をぶつけられたり罵声を吐かれることはなかったという。これは、住民の中に、 俺はできないけれどお前は頑張ってくれというような潜在的な反対派がいたこと、推進派の中にも反対派がいないと東京電力が出すものも出さなくなるという打算の上で反対運動を認める者も,もいたという。また、双葉地方原発反対同盟は1979年に反南中央病院の村田三郎などを頼って作業員の被爆調査を始め、 それをきっかけに作業員の労働災害認定運動などを始めていった。石丸によると2011年時点で申請は全国で19件、内福島県が11件でほとんどが福島第一原子力発電所関連で、これらのうち反対同盟の関与した申請の中では4件が認定に至っているが、運動側としては 氷山の一角と認識しているという1988年より佐藤栄作が知事になると原子力で不祥事が発生するたびに県政自体が徐々に原子力発電推進に対して懐疑的になっていき2000年代には反対派の意見を部分的に反映されることで反対派は県政に影響を与えるようになったこの過程は佐藤栄作自身が 福島原発の真実にて解雇を行っており、政経東北東でも県政における佐藤栄作のスタンスはたびたび取り上げられ、下記の出来事にも影響を与えていくこととなった。1997年に、プルサーマルへの協力要請が国からなされた。これにこうして、同年3月には、福島県内でプルサーマルに反対する26の市民団体及び、 個人約100名により、ストップ。プルトニウムキャンペーンが設立された。代表は、浪江に在住する、元中学社会科教師、林かな子で、チェルノブイリ原子力発電所事故をきっかけに、脱原発に目覚め、福島原発30キロ圏、人の会を結成し、講演会、新聞織込みなどで活動を続けてきたという。林は、地域住民が、 発電所に不満を言わない背景として、地元だから余計に言いにくい原発内の作業に不安があっても、家族と暮らすために原発で働くことを選ぶ。核のゴミをはじめ、将来のことを考える余裕はないと説明している。1995年には、県議選にも出馬し、石丸小四郎からは、マイクを持ち表だって原発に意義を唱えられるのは、 数名の町議会議員を除けば、林か奈子さんだけだろうと表している。ストップ。プルトニウムキャンペーンを設立したのは、身動きの取れない双葉軍内の会議派や、潜在的反対派に代わって、活動地域を県レベルに広げる意図があり、事務局の運営は、脱原発福島ネットワークの佐藤和義が行っている。このため、1997年11月には、 いわき市にてシンポジウムを開き、モックス燃料の軽水炉利用の社会的影響に関する包括的評価研究プロジェクトに参加した各国のメンバーを招聘して講演をしてもらい、報告書を福島県に提出するといった活動も行っている。なお、1999年にエネルギーが取材したところでは、石丸は社民党双橋部協議会の所属ともなり、 プルサーマル計画に反対する双葉住民会議の事務局長として機関し脱原発情報を発行していた。こうした動きに対して通産省と科学技術庁は1998年1月に大熊で住民参加のフォーラムを開催、東京電力は4月に郡山で説明会を開催したが佐藤和義は会場では 東京電力の組織動員が目立ちすぎるし、推進側は反対意見に対してきちんと答えられない。開催場所を見ると知事に対するデモンストレーションの意図が明らかなどと批判している。また、ストップ。プルトニウムキャンペーンは今和会へ市民代表の参加を求めていたが実現には至らなかった。岩本は懇話会の実施を地域へのプルサーマル理解を 進めたという成果があったとして称賛した。なお、プルサーマルは、本発電所3号機で実施が計画され、懇和会の後一旦佐藤は受け入れに傾きかけたが、その後東海村 JCO 臨海事故が発生し、再び佐藤英作は、不信感を強めることとなった。一方、一部反対運動家は、ック x 燃料の使用差し止め訴訟を提訴した。 裁判は2001年、福島地方裁判所で争われ、1999年に、関西電力のプルサーマルで問題化した、ペレットの品質管理データの不正の有無などが、争点であった。原告等の説明によると、東京電力は、不正がないことの立証を放棄し、製造元への問い合わせすら拒否し、2001年3月23日の、判決では、 原告の請求は棄却された。しかし、佐藤栄作は、プルサーマル計画について、県民の理解は、進んでいないとして2001年3月29日、少なくとも2002年夏までは、総加を認めないと、明言し、東京電力もモックス燃料の創価を断念した。なお、原告等は裁判中に、県への報告を怠らず、県側も、 裁判の行方を注視する旨を表明していたという。このことをもって、原告等は、法廷闘争の当初の目的は、達せられたのであるとした。1999年には、7.8号機の増設に対して、住民投票を実現するため、原発増設イエスノー県民投票の会準備会が発足し、林は、その世話人を務めている。 一方この時期、社民党はプルサーマルには反対していたものの増設住民投票に対しては署名が10万人以上集まらなかった場合の打撃を考慮し不参加を決定した。これに対して東京電力は富岡に建設したエネルギー館を1999年2月にリニューアルオープンさせ、エネルギーは反対運動の活動と対比している。 当時の副館長、渡辺正明によると、同館は年間7万名が来館し、そのうち県外からは約2万名であったが、リニューアルで10万名に来場者を増やすことを目標としていた。なお、佐藤栄作は2000年2月8日に副社長の種市健が設備投資の圧縮により、新規電源の開発計画を3から5年凍結すると発表した際、 プルサーマルを受け入れなければ、福島県の他の発電所の建設もやめるよという、脅しと解釈し、7.8号機の増設については、私は認めるつもりはなかったと解雇している。1999年4月の県議選では自民、共産が議席を伸ばし、特に共産党は、県政史上初めて議会内交渉会派の条件となる5議席を獲得したため、県側は、 警戒感を抱くこととなった。同党が最初についてくるのは増設、プルサーマル、未来白と評されている。事実、共産党はたびたび原子力をテーマとして、質問を繰り返した。この時取った方針は、原子力発電そのものの是非ではなく、増設の是非であり、住民投票条例の制定、実施を目標とした。 1998年7月にはプルサーマルに同意しないことを求める意見書を提出し10月には東京電力茂みエネルギー庁を議会に呼んで反対の立場で他党を交え議論した1999年3月22日には東京電力の新規電源着工凍結を受け自民党が 意見書提出を行ったのに対して、対抗意見書を提出し論戦した。2002年5月、折からの東京電力の新規電源開発凍結の発表と上述のプルサーマル経で及び、各燃料税引上げ問題が暗証に乗り上げた際、佐藤英作は、県内にエネルギー政策検討会を設置、プルサーマルの必要性のほか、委員として原子力発電に、 ぜぜひひで対応していた、桜谷つし、佐藤隆光、批判的な吉岡一氏などを招返した。この段階で、県政レベルでは、原子力反対派の意見が参考に供され、吉岡、佐藤隆光からは、以前より国で実施していた、円卓会議を見かけ上の民意聴取であるとして、批判された。また、県職員によって、地域振興の検証作業が実施され、 もっぱら箱物にしか使用できない交付金のあり方や7.8号機増設計画のようなポスト原発は原発といった固定資産税目当ての地元町村のモノカルチャー化原子力発電の産業振興効果の少なさなどが指摘されるようになったこのため経済産業省の担当者と県職員が接触する際には お宅の件は何で、あんな人物を呼ぶのかとなじられるのが通例だったという。ただし、佐藤の姿勢については、成型東北2000年2月号にて、下記の論点リスクコスト、環境などの理由から原発そのものに反対なのか、過度の原発依存に反対なのか、福島県への原発集中立地に反対なのか、原発立地,地域への振興策に不満なのか、県が、 国の原子力政策に直接関与できないことに不満なのかのうち、知事としてどの理由をもって国策に批判的なのか分かりにくいと指摘されている。この背景として同志は原発絶対反対ではない2番目以降の理由であっても政府、自民党に対する反逆と受け取られ、保守系の政治家にとって原発批判はタブーと論じ。 知事はそうしたことを十分承知しているから、科目と表し、バックエンド対策の不備を指摘した。正論だが、ないものねだりと同じ、本音の部分を隠しているから、聞いていてもつまらない。国、東京電力は、佐藤知事の死にがつかめなくて、困っているのではないだろうかと表している。佐藤栄作の辞任後の2009年6月、東京電力は、 プルサーマルの議論再開を県議会に要請し、翌年本発電所三号機にて実施される地ならしが始まった。この動きに対して、脱原発福島ネットワーク他の地元、反対運動は7月17日に本発電所関連として火器についての批判と検証を要請した。2007年の新潟県中越沖地震で露呈した事前の活断層調査。 情報公開の不備使用済みックス燃料が、ウラン燃料に比較した、処分の困難性から、立地自治体で保管され続ける、懸念2006年の耐震基準改定に伴って、実施された本発電所への耐震バックチェックについて、双葉断層の長さを、過小評価とし、最順関係配管の耐震強度評価を批判なお、この件を報じた、在海福島は、原発の町が、 放射能廃棄物の町になる人見出しをつけ、2011年の事故後発行された2011年5月号にて再建している。爆発直後の福島第一原発。2011年3月16日に人工衛星から撮影。2011年3月12日の爆発事故後、石丸も一時秋田の実家に避難していたが、 一時帰宅を利用し資料と PC の回収に成功、福島県内に戻って活動を再開する意向を表明しており、2011年9月より実際に転居し活発に講演活動を実施しているという。事故については地震発生時より危惧しており病に放射性物質が侵入しないように目張りをし、すぐに家族を退避。 石丸当人は1号機の爆発があった3月12日に、その音を聞いた後、晩に退避している。事故については、40年間使ってきた原発の実験炉に、社会常識から外れることをやってきて、今日の事故を迎えたと、電力自由化による維持費削減傾向や後継年間を批判し、規制当局である原子力安全保安院員が誘導して起きた事故。 国家的犯罪としている。2011年9月19日にも、反原発集会が東京で行われた。横断幕は一例。また、事故後は、反原発運動が活発化し、一般市民も参加する、反原発運動が盛り上がりを見せた。これを過激派は、自派の勢力拡大、浸透の好機と捉え、宣伝活動に取り組み、中核派中央派は、 反原発団体などが主催した様々な集会に活動家を動員し、さらに、同派独自の集会、デモも実施、8月には全ての原発今すぐなくそう、全国会議を立ち上げた。一部の右翼団体も、右から考える、脱原発集会デモと称して集会、デモを行ったが、逆に、活発化した反原発運動に対して、左翼に、 政治利用されているとして、抗議活動を実施した右派もいた。なお、事故後2011年7月に、福島県は脱原発を宣言し、2012年3月には、かつて自ら加盟した日本原子力産業協会から、退会したことを明らかにしている。田原総一郎が1975年に発表した、原子力戦争では双葉地方原発反対同盟へと、 その代表の岩本をかなにした岩松忠夫が登場し原子力発電推進派から近県選挙により県議選で落選させたことを誇らしげに語る場面が掲載され最初は私はその意味を願えらせたと誤解する場面がある論文雑誌記事期監視書籍ありがとうございます